進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ダッシュ勢2人好スタート。4コースから出ていく4番の滝沢、さあ角からまくる展開。4番の滝沢が初勝利へ向かってここはまくり切った。一気に1人抜け出す展開になりました。真ん中ついてきたのは6番の沼田が2番手、その後ろは3番の戸敷3番手。角一撃の展開、4コース角からトップスタートで待望の初勝利。先頭4番の滝沢織根、デビューから98走目での初勝利となります。先頭4番滝沢、初勝利の五輪。4日目の第1レース、1着は滝沢選手です。初1着ですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。スリット直前ぐらいまでは中北さんの方が前に見えたんで、うん、あちょっとと思って焦ったんですけど、うん、もう全速で行きました。はい、はい、さあそして石内マークもこれも食っていったんですがね、あの、はい、ターンマーク大きく外すことなく回れましたね。もう、はい、どうでしたか走ってる道中は。いやもうちょっと後ろはすごい気になったんですけど、うん、まあ落ち着いて、まあ、1マークは追い風だったんで、はい、ちょっとターンマーク回ることを意識して、はい、回りました。はい、ふなしというのはどんな風に評価してましたか。そうですね、まあ、本当に多分すごいいい人にはもう置いてかれちゃうんですけど、でも思ってたよりは、はい、なんか前傾よりは良くなってるかなって思います。そうです。後半レースがありまして、7レース、この5号艇ですね。はい。はい。ちょっとおでこ帯が。はい。この追陣祭も待ってますのでね。はい。滝沢選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しいです、はい、まだ全然船木にもあまり絡めないんですけど、しっかりまた来節から船木にもいっぱい絡んで、まずは準優に乗れるように頑張っていきたいなと思います。